さて今日はこの時間、来月5日に迫ってきました北九州市長選挙についてお送りします。スタジオには取材に当たっている KBC の草道彩奈記者です。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。まずですね、この4期16年の北橋市政と、そして北九州市の抱える課題について整理いたします。鉄の町として栄え、九州初の100万都市に成長した北九州市。しかし1979年の107万人をピークに人口は徐々に減少しました。壮絶な選挙戦を繰り広げ、現職の公認候補を破り就任した北橋健司市長。子育て支援、教育、福祉で日本一の都市になれば。子どもの救急体制は全国でもトップレベルの評価。このような卑劣なる行為には絶対に屈しない。修羅の国とも呼ばれた地で暴力団の排除に取り組み、アニメやポップカルチャーといった文化都市のイメージを作り上げてきました。一方、高齢化率は政令指定都市で最も高く、そこにのしかかる市の借金は7800億円。魅力高める施策の実現へ、その舵取りが新しい市長には求められています。VTR でもありましたように、はい、北九州市の人口減少というのはもう深刻な課題になっていまして、はい、このように見ますと、1980年代からですね、人口がもう減少を続けています。どんどん減り続けてますよね。はい、でですね、特にここですよね。そうです、この緑の働く世代のところの減少というのも、はい、非常に課題になっております。青木さん、北九州市どういったイメージ持たれていますか？そうです、僕らが大学生の時代はまだ北九州の友達とかたくさんいて、行ってもこう活気があったんですけど、だんだん最近ね、ロケでちょっと街頭インタビューしようかなと思って、人がちょっとねいないっていうね、感じが印象を受けてますね。そうですね、やはり北九州市にずっと住まれている方とかに聞きますと、黒崎駅周辺の元気がやはりないなという声であったりだとか、若い人であれば遊ぶ場所がなくて福岡市の方に行ってしまうというような、声を聞きました。この間ずっと北九州市は子育てしやすい町とか住みやすい都市という、評判も聞こえるようにはなってきてるんですけど、まだまだちょっと課題がいろいろあるということなんですよね。ここの、その減少はちょっとなかなか止められなかったというところがありまして、もう一つ課題が北九州市ありまして、それがですね、北九州市が将来返していかなきゃいけない借金の問題です。今現在ですね、7800億円ほどが高止まりしているという状況になるんですね。この金額、1人当たりに換算しますと、政令指定都市の中では最も高いという金額に、なっているんです。これだけの、借金があるということは、やっぱり働く人たち、人口を増やしたいっていうところにもつながりますよね。このままではなかなか新しい政策とかもね、やりづらくなりますよね。そうです、これを返していくことにこうお金を費やしてしまうと、新しい事業であったりとか、福祉とか子育てであるサービスとかにこうお金を費やすことができなくなってくるという恐れがあるんですね。そうなってきますよね。さまざま、いろんな課題がある中で、今度16年間続いた北橋市政が新しい人にっていう、この新しい人、北九州の未来の舵取りが求められるわけなんですが、各候補者の決意について、調べてきました。市議会の主要会派が顔を揃え、要請された出馬。津森洋介さんは23年間勤めた国土交通省を辞め、地元北九州市に。ハッと起きたら朝の3時とか、いろいろ期待感と不安感と、いろんな気持ちが。北橋市長の後継者として立候補へ。幼い頃に見たモノレールに心躍り、街づくりを仕事にしました。熊本県庁では室長として熊本サプライズを推し進め、くまモンブームの火付け役に。年始め早々、市民に
顔と政策を訴えます。皆様と一緒にその北九州のいいところを再発見して、それをみんなで PR するような取り組み、都市間競争に勝つためにはですね、自分の力が一番発揮できるんじゃないかと。敵陣に緑のジャンパーを着て現れた元厚生労働省の官僚竹内和久さん。私の力不足で、2019年の県知事選では麻生副総理も支援した中、大差での敗北。一度死んだ私をこの町の方々が受け入れてくれて、そこの思いに応えていきたい。百万都市復活への思いで北九州市長選挙。草の根運動を続けていきます。愛のさわら。ちょっとですね、なかなか両一本の道が本当に難しくなっていった。だけど今年なんかさわらなんか全然釣れませんよね。そうなんです。もう去年から見たら相当悪いよ。若者の人口流出に歯止めをかける改革を訴えます。北九州の持っている底力をもう一度引き出して、夢が叶う街へと導いていきたいんです。かわいい。北九州に死ぬまでいると思うんで、やっぱ街の問題が自分の問題。北九州市で生まれ育ち39年、会社経営の清水博明さん。この子たちが生きるこの先の50年後、30年後、50年後とかの北九州がどうなってるのかっていうのは、本当に今の大人っていうか僕たちの世代にかかってるわけで。密室で行われる政治に疑問を持ち、政党の支援や推薦を受けず、身一つで挑みます。政治を諦めないでください。未来を諦めないでください。たった3割の市民が選んだ、しかもその3割もなんかこうどこどこの組合が推薦だ、どこどこの政党が推薦だっていうような、まあ、組織票ばっかりの選挙で選ばれた人が本当に市民が決めた市長なのかと。足早に会場へ入っていく永田浩一さん。推薦を受ける共産党の支援者らが集まって勉強会が開かれました。下関と北九州の間に3500億円もかけて橋を作ろうという計画がありますけど、こういうのはやっぱりやめてですね、こういう時だからこそ皆さんの暮らしをしっかり応援する北九州を作っていきたい。門司区での会が終わると戸畑区へ。何箇所目かな、演説して、いろんな集会行って抜けていってとか、こんな感じでやってます。小倉の街中にも立ち、無駄な公共事業の中止や子育て政策の充実を訴えます。まあ、少しでもね、やっぱり働いて皆さんが暮らしやすくするようにしていくのが政治の仕事だと思いますので。はい、というようにですね、今回の市長選には北橋市政を継承する、つもりさんと、そして改革を訴える竹内さん、そして清水さん、永田さんが立候補を表明しているんですね。まあ、こうやって拝見するとやっぱり4人それぞれ北九州市への思いがあって、その町を暮らしやすくするための政策を、まあ、当たり前ですけど掲げてらっしゃって、それぞれに特徴といいますか、あるの、これ絶対やっぱり知った上でね、投票にお出かけいただけるといいですよね。そうなんですよね。ただね、投票率が前回も、はい、まあ、VTR にもありましたが、はい、前回の市長選挙というのは 33% ほどで、なかなか関心が薄いというところがまあ問題になっています。まあ、こうやって皆さん特色ある方々が立候補されていますので、その人の人物の背景であったりだとか政策とかをしっかり見比べてですね、今後の北九州市の未来を皆さん清き一票を届けていただけないかなというふうに思います。自分たちが住む町ですから、より良くしてもらうためには誰に市長になってもらったらいいのか、ね、7割の方がやっぱ参加していないというのはもったいないので、どうぞ皆さん清き一票を、来月5日北九州市長選挙投開票があります。選挙に参加しましょう。来週は今期で一番の